ンネルスタート。皆さん、お盆真っ只中、いかがお過ごしでしょうか。りのりのです。今日も京都で競馬をやっていきたいと思います。よろしくお願いします。何よこれ、もう無理なこれ。2日連続サイゼリア、きついって、ね、もっといいとこ連れてってよ。ねえ、なんかそうだよね。きついきつい。勝ったら考えるよ。2日連続サイゼリア、まだ勝ってないから。でもメニュー変えたら意外といけるってことが分かりましたね。だいぶ食べましたね。だいぶ毎日食べてるのに、なんてかんだ。ダイエット進んでんすか。ちょっと私は進んでますけど、どうですか。なんか見えないよそんな感じに。なんか背番号90だし。やっぱ松山さんに憧れてるから。そうなんです、ね、最終的にマウンドの真ん中で寝て一晩過ごすっていう、バトルフェイスするっていう。松山のちょっと顔の真似してます。いや、もっとあの人パキってる。ちょっと待ってね。もっとパキってる。口半開きだしたね。あ、半開きだね、確かに。今なんかちょっと、祖父江さんとかなんかいろんな邪念が混じっちゃったわ、今。若干ね。違うのよ、台風来てんの、はい、そう、台風が来てるんで。後ろのもう風やばい。やばい。ふわっと映ってるけど。今日台風が来て、大井競馬が中心なんで、うん、園田競馬をやりたいと思います。園田の方は無事なんだ。あ、園田って大阪になんだ。そっちの方だ。そっちの方だよね。大丈夫なんじゃないですか。通常通り開、でも笠松も無事に開催終了しましたからね。乾杯。乾杯。うーん、園田の何。園田の6レース。すごいよ、820m ってすぐ終わる。超短距離やね。で、全部で10頭で取るんですが、うん、8番の2番人気 3.5 倍名将正勝さんに、単勝で1000円っております、うん、で5番にカンナリリーっていう圧倒的1番人気 1.3 倍がいるんですけど、うん、それにはかけず2番人気に行きました、うん、そして、あといいなと思ったのが、2番の芸術学部4番人気 16.8 倍、3番ブラスター、3番人気 14.6 倍の3頭がいいと思ったので、2、3、8のワイド500円ずつ、3通り1500円、と2、3、8の3連複500円、でトータル3000円いってます。いったね。よろしくお願いします。私はね、1番人気を2着にしました、はい、あ、一番お得意のパティーンですからね。パティーンですよ。パティーンですからね。あと何にかけたかちょっと教えてください。あ、1、2、3かな。1、2、3、8ですね。1、2、3、8。あ、なんで結構かぶってるは被ってますね。はい、1、2、3、8が1着と3着で、2着にその1番人気が6だっけ、5だっけ、5ですね。5、はい。ちなみに、今園田が6レースまでやってるんですけど、3レースを除いて、3レース目を除いて残りのレースは全部1番人気が来てます、1着に。なんで割と今日荒れてない日なのかなとは思うんですけど、これがこうやからこう来ますってことは言えた方がいいんじゃないですかね。言えた方がいいよね。まあでもこの時間のパッとこれやろうはちょっとさすがに分かんないよね、私も。園田そんなやってきてないですし、ただ、ちょっと8番がいいなと思って選んだけどさ、1400m で1位とか2位とか3位取っててさ、820m の時6位とかなんだけど、この馬さん大丈夫かな。あれなんじゃない、距離が長い方がいいんじゃないの。ね、なのになんで出てんだろう、距離短縮に。分からん。ね、まあそうね、820でずっと1着と2着しか取ってないから、カンナリリーさん、それは1番人気入るわって感じですわ。なんか1番人気が2着でも、8から入っちゃったら、3連単の倍率微妙なの。一番人気で10倍ぐらいでしょ、多分。そうだよね。ちょっと馬見にはしないけど、勝ちは勝ちだけどって感じ。これ一番人気が一着なんて来ちゃったら3連単微妙なんじゃない。そうかもしんないね、でもそんなに今日多分荒れてないから、どうだろうね、このレースが荒れるのか。でも820ってスタートだしよね、もう、本当にさあ、5だっけ、一番人気5です、カンナリリーね。牝馬の6歳ですよ。
5、そう、5順調に枠入りを、だから800だったらもういけーもうスタートで終わりだよねさあ、あ、10番が入るからもうすぐ始まるんじゃない。すごいね、今日園田しかやってないから今もう5000人見てますよYouTube、 そう、大井が中止になったけんさ、さあ始まりますかね、スタート。お、何言った？8が行ってる。5と8が行ってる。うんうん、いや8から入ったな。8から入った方がいいよね。いやでも倍率低い。1、2、3、まあ、5よりかはいいでしょう。まあ、2と3が言ってくれてるけど、けどだね。これ5ですね、きっとね。5っすか。うん、5は3着以内には入るね、絶対にね。お、3が来た、いいぞ。何来た？3と2来てる、ちゃんとちゃんと来てる。わー、でもダメだね、圧倒的だね。うん、圧倒的だね。5いっ、やっと8頑張って抜かんかな、抜かんかな、あともうちょっとなんだけど。いや抜かんね、もうちょっとなんだけど抜かんね。ダメか。58何3なんで、当たったは当たったんですけど、ガミっとるね多分。ガミっのやめようよ、もういい加減このチャンネル。うん、ガミっの、うん、しょうがないじゃんもっとかけんといかんくなる、どうしたら。掛け金上げんというか、でも8と真珠するって感じだったから、8が単純に1着だったらもう3000かけてて、それだけで3800円で勝ててたわけだからさ。8が来たっていうのはで、ちゃんと4着に2着取るから、2、うん、だから2、3、8で言ってたから4、4着、3着は3着は3で、4着が2だから、その5がいなければ変な話当たってたから、5から買っててもしょうがないじゃん。そうだな、うんうん、いやそうなんだね。なんか接戦でもないね、ちゃんと勝ってるね。あと 100m だったらどうだったの。まあ追い上げれたかもね。583、何倍ですか3連単。いやー3連単もカタカタでしょ、多分9倍とか。一番人気 7.3倍、3連単、うん、一番人気。何それ、何それ、3連服 2.7倍、3連服、うん、3連服、まあ、これはもうしょうがないね、しょうがない。何それ、うん、いやもう再生レベルが上がらんじゃん、もうなんとかしてよ。ミラノドリアでも食べようよ。そうね、はい、まとめてください。38でしょ、うん、そうね。待って、副賞だったらいくらだった。副賞でも 1.6 倍か。副賞で 1.6 倍で3連服、3がね、3がね、勝ってもね。5と8なんてもう 1.0 からもう 1.3 とかだもん、もうどうしようもないわ、どうしようもないです、どうしようもないね。大当たりするためのレースじゃなかった、そもそも、そもそも。まあ大井が休みなのが悪いってことで、お疲れ様でした。